そしたら、まあ、肺の、まあ、肺のというか、まあ、がんの説明をさせてもらって、で、まあ、大まかなそのがんかっていう話はどうなってんのかっていようくわこかりました。とと、少し、まあ、肺の解剖の話もしました。だから、これからは、まあ、肺がんになったときに、まあ、どんな治療をするのかの、まあ、詳しく話していこうと思います。お願いしで、まもうす。一度、スライドに戻りますけども。まあ、さっきも言いましたように、癌がもし、まあ、肺にできたら、どこにできてんのかっていうのを調べなきゃダメなんですね。なぜなら、まあ、どこを取るかっていうのを、術前に、まあ、調べとかないと、どこ切ったらいいのっていう話になっちゃうので。で、まあさっきも言ったようにいろんな治療の種類がありますけど、ちょっとその内科的な治療っていうのは、まあ、後回しにして、とりあえず今、手術について話をします。で、まあ、CT を取ることによって、そのがんの位置と、あと大きさと、それから、他の臓器に浸潤、その食い込んでいってないかっていうことが分かります。で、肺がん、その肺がんになった人が全部その手術に回ってくるのかというとそうじゃなくって、まあ、さっき言ったように細胞の話もありますけども、他にはステージ、病気っていうんですけど、病気って、病気の病にその気っていうのは、そうですね。気管っていうか、期末試験とかの期です。病気って。まあ、英語で言うのはステージですね。って呼んでるなのるほど、なるほど。で、わかりました。1から4まであって、ステージ1とかステージ4とか言われるやつですそうです、そうね。です。で、ステージ4っていうのはもう決まってて、遠隔転移。だから、脳に行ってる、骨に行ってる。っていうような、遠隔転移がある場合をステージ4って呼んでます。その場合は手術対象にならないんです。もうちょっと手遅れですっていう状態っいてや、こ手とで遅すか？れっていうわけじゃないんです。そうなんですか？今はその治療がだいぶ進んでいて、まあ、外科的に手遅れっていうのかもしれないんですけど、でも手遅れっていう言葉はちょっと今ね、あんまり、まあ、ちょっと良くないなって僕は思ってて、使いたくないので使ってないんですけど、今治療がすごく進んでて、さっき言ったように、薬での治療がすごく進んでるんです。今、4種類ありまして、4種類、3種類、化学療法と、免疫療法と、ターゲットセラピー、この3種類が。でこれを、まあ、使うことによって、僕が研修医の時代、20年前の話ですけど、は、抗がん剤一択だったの。しかも抗がん剤も2種類か3種類ぐらいしか肺がんに適用されてなるほど。抗がん剤で治療しても、その4期の方、ステージ4の方は半年ぐらいだろうと言われてたんです。なので、その頃は、まあ確かに手遅れって、で、言ってもよかったんだと思うんですけど、今は、まあ、こんだけの種類の、その、抗がん剤があって、放射線療法があってっていうことで、がんと付き合うっていう状態になりつつあるんですね、肺がんと。それはすごい。そうなんですすね。ごいで全す。然知らなかったですわ。もちろんその化学療法とか効かないがんも残ってるんです。まだまだたくさん残ってます。なので、こういう方は残念ながらその効かないからもうどんどん大きくなって、最後にはその緩和療法とか、まあ、最後にはっていうか、まあ、その重なってね、痛みが出てきたりとかしたらもうすぐ緩和療法行ってとかいうことになるけど、でも、
その飛んでるからといってすぐその手遅れだっていうわけでは今ないんですね。なるほど。でも、ごめんなさい、飛んでるから、飛んでるけど、その、肺だけ見たら、外科的治療で、その、元々の原因となっている癌化したところを取り除くっていうことはできないんですか？特別な場合はします。特別な場合はする。それは、転移が小さくて単発だったときなるほど。は、そこ、飛んでるものを一つ取るのと、もしくは放射線療法とかで潰してしまうのと、肺を取るっていうこともします。なるほど。ただ、それが単発でなかった場合は、もう体全体に言ってることの方が多いので、そういうことなんですね。なるほど。複数見つかるイコール、体全体にいっちゃってる可能性が高いことなんですか。手術って、まあ、切るっていうことですから、それだけ心臭、まあ、体に対するダメージ大きいんですね。まあ、そりゃそうでしょうね。確かに。そっか、そっか。で、肺の場合は、取って、そこの部位、まあ、上葉って、これ、上の葉っぱって書いて上葉って読むんですけど、右の上葉一つ取りました。代わりに何か入れますっていうわけじゃないんですね。取りっぱなしなんです。なるほど。だから、肺の機能も、まあ、もちろん下がりますし、いや、そんだけして、そんだけしんどい思いして、治らないっていう、っていうか、治らないのが分かってるのにやるっていうのは、それは単にその傷つけてるだけになっちゃうっていう可能性があるの。転移してる場合はもうステージ4っていうことで、まあ、普通はもう適用外なんですけども、もう一つ、手術の適用のを決める因子として、リンパ節があるんですね。リンパ節っていうのは、肺の中にリンパ節が、あれ、これだ。肺の中にリンパ節があって、これを手術で一緒に取れる場合は全然問題にならないんです。リンパ節ごと取れる場合は問題にならない。リンパ節ごと取れるから。外に出た場合に問題になってくるんですね。じゃあ、外に出た場合に、どこまで取れるのっていう話になるんですけど、僕らは右、もしくは左、どっちかしか、まあ、手術してないわけです。そしたら、右側から手術した場合は、右側にあるリンパ節は取れるけど、左側にいたらもう取れないんですね。ということは、もう左にあった場合は、手術適用外です。右にがんがあって、左肺のリンパ節にがんが、転移してた場合はもうダメっていうことですか？もう手術ダのメとい適うか、用手では術ない。の対象ではない。なで、るほど。右側にとどまってたとしても、そのリンパ節ってね、この気管に沿ってこうずっと並んでるんです。あと、まあ、食道のここら辺にもリンパ節あるんですけど、一応は大きい子はここにゴロッと並んでるんですね。で、ここら辺までなら取れるとかいうところがあるんです。一つの傷からね。なので、その取れるギリギリまでのところと、肺ごと一緒に取ったら取れるやんっていうところで分けてるんですね。で、肺の中にあって、まあ、もしくは気管支の、この気管ではなくて、気管支のすぐそばにあるようなものは、N の1っていう名前がついてるんです。リンパ節でも。で、それが、この気管の周り、気管支ではなくて気管の周りになってくると N の2っていうふうに言われるんです。それは、ここを取ったとしても、これ以上は取れないので、
これ以上のところに飛んでるかどうかは分かりませんっていう状態になっちゃうんですよ。あ、そこは分からないんですか。はい、検査したり目視の開いてみて目視したりしても分からないんですね。検査ではある程度は分かります。うん、ある程度は分かるんです。うん、今ペット検査っていう検査が出てきてて、うん、で、がん細胞があったらそこがピカッと光るような検査があるんですね。うん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 、でそれによってある程度は分かるんですけど、ただがん細胞が1個とか2個とかそんなレベルで飛んでるやつまでは分からないんですよ。うん、そしたらこの N の2以上のところ N3 になるところのところに飛んでた場合はもう分からないんですね。なるほどなるほど。そしたら取り切れてるかどうか分からないんです。なるほど。なので N2 まであったときに手術するかどうかっていうのはまだその議論されてるところです。なるほどね。ちょっとあの質問がいくつかあってですね、はい、ちょっとすげえ根本的な質問なんですけど、はい、そもそもリンパ節って何なんでしたっけ。リンパ節っていうのは、はい、はい、白血球の中にリンパ球っていうものがあるんです、ね。うん、それは白血球の種類です。うん、で、はい、そのリンパ球っていうのを教育したりとか、うん、あとは、まあ、リンパ球って何か、まあ、ばい菌であったりとか、そういうのを殺すので、うんうん、それによって死んだりするんですね。もしくは、はい、変な状態になったり、うん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 、それをリンパ節っていうところで引っ掛けて、まあ、アンパンみたいな感じで引っ掛けて、うん、で、このリンパ球もうあかんわっていうようになったら、殺してしまったりとか、うん、もしくは、その、バイキンがおったよっていう情報を持ってきたら、その情報を共有したりとか、そういうことをするための、まあ、期間なんですけども、なるがんの治療の場合は、そこに、まあ、網の目のようになっているので、そこにがんが引っかかるんですね。うんうんうん、でそこで増殖するんです。うん、で、リンパ節壊して、次のリンパ節に飛んでいくっていうふうになっちゃうんです、ね。なるほど。なるほど、なるほど。で、それまで一つの筋やったらいいんですけど、リンパ流っていうのは網の目のように行くんですね。なので、例えば、ここのリンパ節には何も引っかかってないのに、ここにいきなり出てくるなんていうこともあるんです。うん、N1 ではないのに N2 には飛んでたなっていうことがあります。うん、それは、がん細胞が物理的に飛んじゃったってことなんですね。そうです、そうです。リンパ流に乗って物理的に飛んでいくっていう。で、その網の目みたいになってるやつの1すっ飛ばして2のところに引っかかって、そこでがん細胞が広がっていっちゃったっていう、はいはい。大きくなる。あり得るってことなんですね。はい、あり得るんです、うん。で、もう一つの因子、今言ったのは、うん、遠隔転移と、リンパ節の話ですね。うん、もう一つの因子としては、がんそのものです、はい。どこにあるか、最初にお話した、その、はいはいはい、場であったりとか、場所であったりとか。はい。あんまり大きかったら、うん。なんぼ検査で、そのリンパ節に飛んでないって言われてても、ちょっとそれは検査が、検査に引っかからへん程度の細胞しか飛んでないだけで、どっかには飛んでるやろうとか、予想したりするわけです。なるほど。だから先に抗がん剤とかした方がいいんじゃないとか、うん、で後から手術にしましょうとか、もしくはがん自体がこの肺の肺のこの気管支のこんなところにあったら、この片っぽの肺ごっそり取らなあかん、なんていう話になってくるわけです。ごっそり取ることも健康な人っていうか、もう肺の機能がいい人だったらできるんですけど、肺機能が悪かったりするとできないので、
そういう意味でも、その手術適用になるかどうかっていうのを見るために、その場所とか大きさとかのを見ます。なるほど。ということは、大きすぎるから取れないというか、大きすぎるからどっかには飛んでるだろうから、これは取らないというか、外科的手術、治療じゃないよっていうことがあり得るってことですか。そうです、そうです。でも、これはね、国際的にもう決まってて、うん、お見せします。あ、なるほど。とですね、この T っていうのが、大きさとか、うん、その場所であったりとか、はい、を示しています。で、はい、N っていうのが、リンパ節です。うんうん、さっき言ってたやつですね。はい、で、M っていうのが転移です。で、まあ、転移がある場合っていうのは、まあ、ほとんどその手術対象にはならないです。一応ここに単発っていうのがあって、これだけ別になってるのは、この場合は手術してもいいかなっていう話に今なりつつある。もしくはそういうふうに言ってる人もいる段階なので、ちょっと別になってますけど、必ずしも手術適用になるというわけではないです。これあれですね、左側の数字が、ステージ1、2、3、4っていうことですね。そうですね、そのこの中のね、うん、そう、その中の。そうそうそう、この中のやつがステージ1、2、3の数字です。だからステージ1って言っても1個じゃないんです。1A の1、1A の2とか、めっちゃ分かれてるんです。いうことですね。はい。肺の場合はね、肺の場合はこんなに分かれてます。他の臓器、これは肺の場合か。なるほど。他の臓器の場合は違うような、分け方になってます。ただ、この大きさとリンパ節と転移、遠隔転移っていうのは変わらないんです。なるほど。で、これは国際的に、国際的に決まってるっておっしゃいました。はいはい。で、他の臓器に関しても全部国際的にこういう表があるってことですね。はい、まあ、メジャーながんに関してはですね。なるほど。で、この、まあ、あれ、またやるんですか、これか。T の位置っていうのは3センチ以下。で、肺の端っこすぎるところにもない。気管支とかにも食い込んでない。そんな状態が T の位置っていうやつです。で、そういう場合は、リンパ節に転移がなかったら、絶対手術になる。絶対手術が、まあ、手術適用だし、N1 っていう場合も、これも肺の中しか、飛んでないわけですから、これも手術適用になります。でも、この T の2とかになってくると、これは途端にちょっと手術適用の範囲が狭まってくるんですね。まあ、適用は適用なのか、T の2でも5センチって言っても、中に、肺の中にあれば、それは適用なんです。ただ、この気管の周囲のリンパ節に飛んでいる場合になってくると、この 3A って書いてありますけど、一応 3A までは手術適用っていうことになってるんですね、肺がんの場合。これはその位置を取れるから。ただ 3A の場合は、さっきも言ったように、その取り切れてるかどうかの保証ができないので、先に手術をするのか、先に抗がん剤とか放射線とか、そういうものにするのか、もしくはもうそれだけ単独でやってしまうのかっていうのは、ちょっとまだ議論されているところです。なるほどね。2B までは手術適用ですね。めちゃくちゃ大きくなってきて、7センチとかになってくると、もう手術するとかいう話になってくるわけです。
で、そうすると、N2、ごめんなさい、ステージ3の A っていう場合、はい、ここは外科医の腕によって、やるやらないっていうのが決まる場合もあるってことですか？外科医の腕っていうよりは、うん、まあ、もちろんそういう施設ももしかしたらあるんかもしれないけど、普通は外科医の腕っていうよりもそこの施設での考え方です。なるほど。内科の先生と相談して、うん、僕らのその施設の、成績、今までの結果を見ると、うん、先に手術した方が成績が良さそうだ、うん、っていう場合は先に手術っていうこともありますし、いやいや抗がん剤できっちりしようよ、もしくは新しいに薬いっぱい出てきてるから先にしようよっていうところもありますし。なるほど。一なんですかね、視聴者としてよく医療ドラマとかあるじゃないですか。はいはい。うん。もう極端なケースですけど、ドクター X みたいなね。うんうん。うん。それ私切れるよ、みたいな。ごめんなさい、どんなドラマか知らないです。ドクター X 知らないですか？すごい人気のあるドラマなんですけど、すごい天才外科医みたいな人が、いやそれ切れないでしょって周りの先生が言ってんのに、それ私切れるよって言って成功しちゃうみたいな、いう天才外科医が出てくるドラマがあるわけですよ。そうするとさっき言ったその、手術するかどうかみたいなことを決めるところの判断の中に、外科医の腕っていうのが判断の一材料としてなるのか。いや、一応はそういうのもあります。そういうのもあるんですけど、うん、このステージっていう考え方の中には入ってこないです、うん、そこは入ってこないですね。入ってこない。ただそのステージ3の A だったら手術するかどうか、で、うん、そうですね、ステージ3の A の中でっていうよりも、うん、2B でもどこでもそうです、うん、どこでも、うん、血管の近くであったりとか気管支の近くであったりとかっていうことで手術が難しいっていうのはありえるんですね、うんうんうん、もしくは、癒着って言って、うんうんうん、肺が肋骨とかに全部くっついてて、うん、もう全部剥がしていかなあかん、全部剥がしていくっていうことはその癒着の中に血管が埋まってる状態なので、うん、埋まってる状態なので、下手にその剥がしていくと血管が傷つけてしまうっていうような状態の場合は、もちろん外科医の腕っていうのは多分話になってくると思うんですけど、うんうん、このあたりだいぶちょっと脱線するような話なんですけど、はい、例えば癒着なんていうのは丁寧にゆっくりやれば誰でも剥がせるけど、そうすると時間がかかって、患者さんの体に負担がかかるから、だからできるところ、まあ要はその腕によって、できるできないを判断しなきゃいけないっていう、そういうようなイメージなんですかね。癒着もね、程度があるんです。うん、うん。剥がせる癒着、うん、誰でも剥がせる癒着っていうのもあるんですか？その確かに。うん、その、うん、時間かければ誰でも剥がせるやんっていうのもあるんですけど、うんうんはい、剥がせない癒着っていうのもあるんです。その場合は本当にガチガチで、うん、どうしようもないんですよ。でどうするかって、そこはでも経験で、ここはまだ血管じゃないとかすごい、へえ。そこはものすごく怖いです。だから手術してて、そこの経験なんだ。ここまではいけるみたいな。術者と助手が顔を見合わせてどうしようかなっていうこともあります。なるほど。はい。それって、ごめんなさい、今のその癒着を剥がすっていうのは、がん細胞が侵入してて、それを剥がす話
ですか？いや、じゃないんです。じゃないですね。じゃないです。じゃないです、うんうん。それは癒着じゃないんです。もう心中なんですね。うん、それは心中ですね、はい、で。癒着っていうのは違う、また違うものなんです、ね。違う。癒着っていうのは、うん、肺炎とか放射線とか、そういうふうな小さい傷を つけてしまった場合。なるほど。肺炎も言うたら小さい傷なので、うんうんうん、それによって肺と肋骨、まあ、本当は肋骨じゃなくて、肋間胸膜っていう膜があるんですけど、そっちにベタってくっついてしまう、その怪我を、小さい怪我をしてしまうと、まあ、皮膚をすりむいたことをちょっと想像してもらったらいいと思うんですけど、ベタベタしたものが出てきますよね、汁、うんうん、みたいな。そういうのが出てきて、うん、壁とくっついてしまう。うん、で、そのまま組織化してしまうっていう状態なんです。なるほど。要は、かさぶたがくっついちゃったみたいな感じ、ね。そうです、そうです、うん。かさぶたくっついちゃって、くっついちゃったままくっついちゃったっていうこと。そうです。そうです。なるほど。そしたら、ベリッと剥がしたときに、うん、そのくっついちゃったもののところが緩いとベリッと普通に剥がせるんですけど、うんうんうん、くっついちゃったところが硬くなってるとベリッと剥がすと肺がベロッと潰れちゃうっていうか剥がれちゃうんですね。はい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 、そうなったら、はい、残ってる肺がぐちゃぐちゃになってしまうので、うん、なるほどね。そういうところがまあ難しいっていうところ、うん、そこは外科医の腕っていう話になってくるとは思います。うーん、腕か、なるほど。っていう、まあまあ話で、まあ、ちょっと今話戻すと、はい、手術適用っていうのはこうやって決めてるんですね。うん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 、なので、3A の人たちまでは一度手術適用です、うん、なるほど。 3B になってくると後で手術する場合もありますけど、普通は抗がん剤や放射線療法の、うん、域になってきます。最近の人も手術するときは、もう僕の場合やったら重々話をしておきます。もうちょっと見えるところ、今検査では 3A っていうことになってるけど飛んでる場合もあるので、後で絶対抗がん剤しましょうねとか、うん、いうことを言ってます。あ、僕のイメージ、こうステージ3とステージ4だったらステージ4の方がもう難しいっていうことかと思ったら、ステージ4の A とステージ3の C だったらどっちがしんどいかっていうのは、ステージ4の A でも、ね、がんが小さかったりとか、うん、でも、もうね、うん、A なので、もしくは 1B、うん、M1B ですね、うん、M1B とかで、もともとの腫瘍が小さかったりとかしたら、もしかしたら、この 3C とかよりも、その予後っていうのは、その寿命ですね。はい。は長いかもしれないです。かもしれないですね。だからもう必ずしもその数字だけ見て、3じゃな、あ、4、うん、4かっていうよりは、もうその時その時の状態を見てもらって、じゃないと、うん、何とも言えないっていうことですね。そうです。一応はその、まあ確かに4とかになってくる方が予後は悪いんですけど、うん、だからこういうふうに分けてるんです、うんうん。細かく分けることによって、まあ将来的に、テーラーメイド、その人に合った治療を、うん、提供できるようにしていこうっていうことで分けてるんですけど、結果を集めてね、どれが良かったかとか、どういうふうに治療したやつが良かったかとかいうのを集めていってるんですけど、ただ今一般的には一応、まあ、4が一番悪いかなとは言われてる、うん、なるほど。これももう必ずしも多分言えるもんじゃないと思うんですけれども、例えば2B までだったら完治する可能性が高いですよとか。ですね、僕が医者になった頃に言われてた成績では、うんうん、肺がんの1期の場合は、うん、
5年生存率というのは 75% ぐらいです。あ、そうなんだ。でも1期でも75%なんですね。で、2期になってくると50%ぐらい。あ、そうなんだ。で、3期は20%。で、4期は半年っていうふうなのが20年前です。今はもっと良くなっているから、例えば1期だったら確かね、80から85%ぐらい。5年生存率っていうのが一応、がんの時に考えられる。よく言われるやつなんですけど、その、予後ってその治療成績であったりとか、どれぐらいで治りますかっていう時の、5年何もなかった、まあ治ったやろうというふうに、まあ、肺がんの場合は特に言われるんです。それで、今だったら2期は、そうですね、だいたい60から70%ぐらいになってると思います。3期はね、やっぱり50%ぐらいじゃないかな。50%いかないかもしれない、まだ。なるほど。うん。まあでも20年前と比べれば格段に格段に良くなってます。ステージ1つ分ぐらい予後が良くなってるっそうていですうね。そう一でつす。ですね。はい。4期でも、4期の中のその、効くタイプ、薬が効くタイプの人は、お付き合いできます。がんとお付き合いっていう状態になります。あと、5年生存率っていう話で、5年間出なかったら、まあ、それを原発としたがんっていうのは、大体というか、まあ大丈夫だろうとうん。いう考え方でいいんですか？そうです、そうです。で、もしもその後違うやつが、まあ、またがんになったら、それはまた違う理由のがんだっていうことなんですかね。うん、一応そういうふうに考えま一す。応そういうふうな形で考えられてるということですか？ただ、ゼロかって言われると、それはもう言えない。ご自身も胃がんの患者さんで、30年後に再発されておられます。90何歳かで。それはもう、その再発したかどうかっていうのは、そのがんの DNA をかなんとか調べたら、あ、前のやつと一緒やわっていそううこなんとです、もそう分なかんる。です。あ、はい。そういうことなんですね。はい。もうもうそそれりゃそは、うですでもその人の場合は、がんが新たに発生したんじゃなくって、お腹の中に新しくできて、以前に30年前に胃がんをやってて、まあ、前の回か、前の回か忘れましたけど、腹膜播種っていうのを起こしてはったんです。が大きくなっておかしいっていうことでお腹開けたら腹膜播種があった。でも、もともとの臓器には全然何も、その腸にも肝臓にも胃にも、胃はまあ手術した後ですから、がんがないって。これじゃあなんでって思って、そのカルテを、昔のカルテを見てみると、まあ、胃がんをここでやってた。あ、これっていう話になるわけです。なるほど。うん。30年まあ、経ったら普通はもなういです。いいやって感じですね。でもまあまあ、だいたい5年経てば、まあ、だいたい可能性としてはかなり低いだそうでろうすと。ね。あと、がんにもよるんですよ。まあ、ヤビさん男性なのであんまりないんですけど、乳がんとかは10年間みたいな。ああ、そうなんですはい。ね。そうですね。なるほど。乳がんの場合はもうテーラーメイド治療っていうのがだいぶ進んでるので、お付き合いするがんになりつつあるんですよね、乳がんって。なので、まあもちろんその乳がんっていうのが転移とかゆっくり進むタイプのやつが多いっていうこともあって、10年とかになってます。うちは祖母とおばさんが乳がんで亡くなってるんでね。あ、てか、ごめんなさい。おばさんは乳がんで亡くなったのか。結局、何回か転移して。違うわ。おばさんは胃がんだ。ごめんなさい。おばさん胃がんだ。
祖母が乳がん。ちょっとその自分のことのように聞けますね、それじゃあ。いやもうね、本当ほぼ全員あれなんですよ、がんなんですよ。だからね、がんは本当に怖くて、で妻からもがん検査もう徹底的にやっとけって言われてるんですよね。ちょっと一旦ここで、ね、はい。はい。